スケワヤマ遊園は、滋賀県彦根市に所在する未完成の遊園地である。スケワヤマ遊園外観運営は、財団法人、沢山三成会。地元の建築業者である、泉岩尾が、沢山城を居城としていた、石田三成のテーマパークを構想して1976年に着工。復元された沢山城を中心に、資料館や美術館を併設。 遊具施設なども備えたテーマパークとなるはずであったが、正式なオープンには至らなかった。無料開放という形で営業しながら増築、改築工事が続けられていた。遊園内の沢山城2000年3月に施設内の骨董品が盗難被害を受けたことが報じられている。過去の入場料は1000円。現在は閉鎖。この遊園内のほとんどの建築物や展示物は、 構想した実業家が個人で制作したものである。公的なパンフレットや観光地図には掲載されていないが、近年インターネットなどを通し、B 級観光スポットとしてその名が知られるようになった。国道8号に面している。出入り口は2カ所あり、どちらにもご自由にお入りください。沢山三成会の縦て札があり、誰でも無料で入ることが可能である。沢山城自体には、 入り口がなく、立ち入ることはできない。2017年3月には、売却、解体後さらち渡しの看板が立ち、現在も立っている。2018年には一度撤去されていた。現在立ち入り禁止である。地元の人は、心霊スポット、廃墟マニアが来ると迷惑しているという。AB、骨董品19店頭南彦根の歴史館。朝日新聞大阪地方版、死が、 P27 骨董品19点頭南彦根の私立歴史館。中日新聞紙が総合版。P21 二箇所ある入り口の一つには、小屋と柵、カウント式の改札が置いてあり、過去に入場料を徴収していたことが伺える。ありがとうございます。